サイモン・ペックは、イギリスのコメディアン、俳優、脚本家。サイモン・ペグとも表記される。イギリスのグロスター・シャー州ブロックワース村で、セールスマンと公務員の両親のもとに生まれる。7歳の時に両親が離婚し、母親の再婚相手の姓に変わる。16歳で、ストラトフォードイコールアポニイコールエボンに転居し、地元のカレッジで文学と演劇を学んだ後、 フリーストル大学で演劇、映像を専攻。1991年に卒業した後はコメディ劇団の一員となる。1993年、ロンドンでスタンダップコメディアンとしてキャリアをスタートさせ、TV やラジオでも活躍する。テレビシリーズ、スペースドでスターウォーズオタクの主人公を演じて注目される。この番組では脚本も書いている。 2001年のテレビシリーズバンド・オブ・ブラザースに出演した。2004年スペースドの監督エドガー・ライトと共演したニック・フロストと3人のコンビで制作したホラーコメディショーン・オブ・ザ・デッドがヒットし、この映画が縁でジョージ・エロメロのランド・オブ・ザ・デッドにゾンビの役で仮面を出演している。2005年に自身がファンであったドクター・フーに出演した。 11代目ドクターのオファーもあったが断っている。2009年には映画版スター・トレックにモンゴメリー・スコット役で出演した。コメディアンのスティーブ・クーガンと親しく、スティーブの主演したザ・パローレ・オフィサーと24アワーパーティー・ピープルにゲスト出演している。同じくコメディアンのニック・フロストとはコンビで共演することが多い。2017年、親友のニック・フロストと共に、 映像制作会社ストールンピクチャーを設立した。2005年7月23日、イギリスのグラスゴーで結婚。2009年7月に第1子となる女の子が生まれた。ニック・フロストとは親友。httpww.digitalspeed.com tb.dr.fu.news.a486,645 サイモンペグルールズアウトドクターフーロール、アイヘブン a ウォッチとイット o r ーイヤーズ、サイモンペグツープレイ、スコッティーンスタートレック。バラエティ、http w www. a r i e t y .com a r t i c l e VR1117973913 html、カッタゴリットイコール 13&、CS イコール12007年10月11日、閲覧。 ラダーホース、ディアナ、サイモンペグニック・フロストローンチ、ストールンピクチャー・バナー・ウィズ・コメディ・ホラー、スローター・ハウス・ルールズ、デッドライン・ハリウッド、ペンスキー・メディア・コーポレーション、2018年1月20日、閲覧。サイモンペグ、アンドワイフ・エクスペクティング・ファースト・チャイルド・セレブリティ、ベイビーブログ、フェブラリー21、2009サイモンペグニック・フロストのラブラブ シーンセレクション、今週のクローズアップ、シネマトゥデイ、レディプレイヤー1吹き替える大作戦、2020年10月22日閲覧、ミッション、インポッシブル、ホールアウト吹き替える大作戦、2020年10月22日閲覧、スローターハウスルールズ吹き替える大作戦、2020年10月22日閲覧、ありがとうございます。